これケーキショップさえ外してしまえばもう完全にレゴクリエイタープールハウスとしてできますね。皆さんこんにちは、ジェイソンレゴビルダーひろゆきだ。はい、今回の動画はこちらレゴクリエイターケーキショップの続きになります。前回の動画でこちらのカフェを組み立てました。ケーキショップと違って結構コンパクトになったのと、こういう看板とかのデザインが結構ちゃんと再現されていてすごい良かったです。では今回の動画では何回も言ってますが、カフェとケーキショップと全く無関係のこちらのプールハウスを組み立てます。はい、ケーキショップとカフェの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではプールハウスを組み立てます。完成！プールハウスです！思ってたより結構小さいです。僕前の動画で言ったんですけど、レゴクリエイターの建物系の3つ目って、1番目と2番目に作れるものと全く無関係なんですよね。かなり昔にレゴクリエイターのスケボーハウス作った時も、3番目がスケボーと全く関係ないゲームセンターだったので、こういうの結構面白いですよね。はい、全体はこのようになってます。これケーキショップさえ外してしまえばもう完全にレゴクリエイタープールハウスとしてできますね。はい、では近くで見ましょう。まずここがプールですね。カフェで屋根だったところがプールハウスのプールになってます。これがビート板で、ここが多分飛び込む用の台かな。こんな感じでバシャーンってなる、多分これだと思います。こっから入るようになってますね。でこれが多分水温計だと思います。プールハウスの部屋の中も結構クオリティが高いですね。とブラシです、あのプールを掃除する用の。ケーキショップで使われてたガラスが家の窓ガラスになってます。でここが階段になってて、上の部分はテラスになってます。このテラスも結構簡単な作りなんですけど、結構再現されてます。この中にアイスが入ってます。あ、いいなこれは簡単に言えばクーラーボックスですね。はい、説明書のようにミニフィグを並べるとこんな感じです。まあ見る感じ、このケーキショップもしくはカフェのオーナーさんの別荘ですかね。はい、レゴクリエイターケーキショップのプールハウスはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターケーキショップのプールハウスを作りました。今回レゴクリエイターのケーキショップ3つ作った中で、僕が一番好きだったのはこの2番目に作れるカフェです。このカフェ自体がパーツ少なくて結構作りやすかったのと、組み立てた後の完成度が結構高かったので僕はこれが良かったです。いつもだったら行列ができるケーキショップとかカフェにしたかったんですけど、これはプールハウスなので、ちょっと行列にはちょっとできなかったですね。今出てるレゴクリエイタータウンハウスとおもちゃ屋さんなんですけど、2番目3番目に作れるのがおもちゃ屋さんと全く関係ないものなので、またあれも年内中に買って、撮影してアップロードしたいと思ってます。では次の動画ではこのケーキショップモジュール式のパーツの一部を使ってガチでプレゼンしたいと思います。プレゼンの動画なんですけど、8月頃の予定でございます。ちょっと長くなってしまうんですけど、そこはちょっとご了承ください。いつものプレゼンより結構こだわった設計をしたいと思ってますので、楽しみにお待ちください。以上、ひろゆきでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。オーナーだー！イエーイ！